ブータン絞り上げ派は、蝶木、揚げ派蝶か、ウスバ揚げ派か、絞り上げ派族に分類される蝶の一種。ブータンのヒマラヤ山脈、標高約2200メートルの山腹で1933年に、イギリス人によって、発見採取。5匹の標本のみが、大英自然史博物館で保存され、以後確認されておらず生態の解明があまり進まない、ため、貴重とされていた。 あとに、ヒマラヤの貴婦人とも呼ばれ、専門家の間ではこの幻のごとき存在を前に、聖杯と呼ぶ声もあった。国際自然保護連合により気球種の指定を受けている種である。発見、捕獲された場所が中国とインドの国境系層地帯に接しているために、外国人の立ち入りが厳しく制限されている地域であり、長らく現地調査が行えなかった。 しかし2011年8月中旬、日本の調査隊により以前と同じ場所で78年ぶりに再発見され、飛来や散乱などの様子が初めてテレビカメラで撮影され、5体は捕獲された。なお、捕獲された5体はワシントン条約のため、直接日本に持ち帰ることはできなかった。この発見を受けて、ブータン絞り上げ派は、ブータンの国庁に指定された。 大人の手のひらほどの大きさで、羽を広げた、長さが約12センチメートル、4種の絞り上げ葉の中では、最も大きい。ギフ蝶のような羽に、鮮やかなシ紅クの模様があり、3つの尾を持つ。成虫は、姉もねの一種の白い花などを吸蜜し、幼虫は、馬の鈴草族などを食草とする。 定期的に木の伐採がほどよく行われている虹林に生息する里山と共に生きる蝶である。2009年8月にブータンの森林保護に携わるカルマ・アンディが撮影したブータン絞り上げ派と思われる画像が今回の調査のきっかけとなった。2011年8月中旬に日本鳥類学会の調査隊がブータン北東端のブラマプトラ川支流である。 トラシャンセ渓谷の濃く狭い地域の森林で飛んでいるのを78年ぶりに確認した。共同調査したブータン政府の許可を得て5体を最終資源地に標本を残した。アジアを中心に蝶を追い求め700種以上に及ぶ生態を解明したイガラシススムの遺志を受け継ぎ発見に至った。調査には NHK の取材班も同行し世界で初めて テレビカメラで空を舞う姿を捉えた。現地は外国人の入域が禁止されている地域であるが、ブータン政府と半年間交渉のせい、調査と最小限の捕獲の許可を得た。2011年の雨季に調査が行われた。現地のカルマワンディーも調査隊に同行。調査地に入る途中で青て葉もどき、スジグロシロ町の禁煙種などを捕獲した。現地調査後に、 ブータンの環境保全センターで森林保護官の研修生に標本の作成方法などを教授し捕獲した蝶5匹を現地に残した。9月には現地で蝶のマウス型は確認されなかったが幼虫が6ミリメートルまで成長しているのが確認された。今後カルマワンディーラによりさらに生態などの調査が進められる。 アジアの蝶の研究者のイガラシ進むから大きな影響を受けていた6人の専門家で調査隊が構成された。採取された5匹のうちオス2匹の標本が2011年11月15日に来日中のブータンのワンチュク国王から日本との友好の証として日本の調査隊に寄贈された。その標本が2012年2月17日から 東京大学総合研究博物館及び東京農業大学の食と脳の博物館で一般公開されることとなった。ありがとうございます。